の帝王収まって全バゲートの中体制完了。スタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争い、まずは6番のケンホファバルト、8番ビレッジイーグル、2頭が並んで最初の池脇障害へ踏み切ったジャンプ、綺麗な飛越。3番手に5番のマイヌルプロンプト、内が3番のマイサンシャイン、2頭の後ろ3馬身差、5番手に7番のオジュウチョウさん、4コーナーをカーブ正面スタンド前、あとは2番のマイヌルレオーネ、スッとかわす4番サトノパシュート、3馬身9番の北の帝王、最後方1番のブラゾンダムール、水濠障害に向かいます。8番のビレッジイーグル踏み切ってジャンプ、各馬を続々飛越、水しぶきは上がりません。2番手に5番のマイヌルプロンプトが上がって、池脇の障害踏み切ってジャンプ、さあ各馬を続々飛越、こちらも各馬無事飛越を得て1コーナーカーブ、3番手に4番サトノパシュート上がって、インコースから7番のオジュウチョウさん、間6番のケンホハバルドを踏み切ってジャンプ、池脇の障害を超えます。その後に2番のマイネル・レオーネ、内から3番マイ・サンシャイン、あとは9番北の帝王、最後方待機、1番のブラゾンダムール、2コーナーの谷を下ってさあ駆け上がります。逃げる8番のビレッジイーグル、リードは2馬身、2番手に5番のマイネル・プロンプト、その後は1馬身半、3番手に上がった7番のオジュウチョウさん、半馬身外が4番サトノパシュート、さあ大障害コース、高低差 5.3 メートルの深い谷を下ってこれから駆け上がってきます。先頭は8番のビレッジイーグル、さあ最長難関、高さ 1.6 メートル幅 2.05 メートルの大畜作に向かいます。2番手から5番のマイネル・プロンプト、オジュウチョウさん3番手、大畜作踏み切ってジャンプ、さあ各馬続々と飛越、最後方まで無事飛越、大きな拍手です。先頭8番ビレッジイーグル、左にカーブを切って1馬身半のリード、スーッと7番オジュウチョウさん2番手に上がります。3番手がインコース1馬身5番のマイネルプロンプト、その直後に6番ケンホファバルトは4番手、4コーナーを左にカーブを切って内から4番サトノパシュート、あとは3番マイサンシャイン、1番ブラゾンダムールが後方3番手に上がって3、4コーナー中間踏み切ってジャンプ、各馬無事飛越、後方2番手2番のマイネルレオーネ、そして9番北の帝王並んでいきます。3コーナーの谷の下りにこれから入ります。8番のビレッジイーグルは先頭、リードは2馬身、2番手に7番のオジュウチョウさん、谷を駆け上がって今1馬身差に迫っていきました。3番手に1番ブラゾンダムル上がってきて向こう上面です。そのうちから5番マイネルプロンプト、6番ケンホファバルト、ここは3頭固まって再び大障害コース、高低差 5.3 メートルの深い谷をさあ駆け上がって最大の難関へと向かいます。先頭ビレッジイーグル、ダートを横に行って高さ 1.6 メートル幅 2.4 メートルの大池垣へ、先頭はビレッジイーグル振り切ってジャンプ、さあ各馬続々飛越、この飛越も各馬無事に難関2つを超えて右にカーブを切ります。ビレッジイーグル先頭、2番手7番オジュウチョウさん、ケンホファバルトが並んでいって池垣をさあ踏み切ってジャンプ、その後ろから1番のブラゾンダムールが4番手、あとは1馬身5番のマイネルプロンプと4番サトノパシュートの追走、これから池垣障害に向かいます。ビレッジイーグルが先頭踏み切ってジャンプ、そして6番ケンホファバルトがこれで上がってきて今2番手、さらに7番のオジュウチョウさん3番手、ダートを横切ります。ブラソンダムールがそれに接近、2コーナーの谷を下っていきます。5番のマイネルプロンプと4番サトノパシュート、2番のマイネルレオの追走で谷を駆け上がって向こう正面、これから芝の外回りコースに入っていきます。逃げる8番ビレッジイーグル、リードは1馬身、差を詰めて6番のケンホファバルトが2番手、あとは2馬身オジュウチョウさん3番手、ブラゾンダブール並んでいってハードル障害へ踏み切ってジャンプ、そして5番手に5番のマイヌルプロンプト、2番マイヌルレオの内が4番サトノパシュート、9番北の帝王、最後方3番マイサンシャイン、前は2頭ビレッジイーグルにケンホファバルト、残り800を通過、2頭が2馬身のリード、3番手に1番のブラゾンダムール、内が7番のオジュウチョウさん、その後ろ踏み切ってジャンプ、その後ろに5番手に2番のマイヌル・レオーネがつけて3、4コーナー中間を通過、さあ先頭ここで1番のブラトン・ダムールが立った、リードを1馬身、その後ろからオジュウチョウさんが差を詰めた、そしてビレッジイーグルは3番手に交代、ケン・ホファバルトが3番手、4番手に2番のマイヌル・レオーネが上がっていって正面3の前、最後のハードル障害へブラゾン・ダムールが先頭で踏み切ってジャンプ、リードは1馬身、外からオジュウチョウさんが並んできた、3番手は横に広がって外から2番のマイネル・レオーネ、あと 150m 抜けたのは7番のオジュウチョウさん、2番手1番ブラゾンダムール、マイネル・レオーネ3番手、オジュウチョウさんゴールイン。
7番の重長さんです。